手に入れましたけど、これは、なんとね、これトミーが発売されていたもので、2002年ですね。ちょうどこの時ってオールズウェイズの3丁目に夕日という映画がありまして、オールズウェイズの3丁目に夕日は、まあ、映画化で大ヒットしたんですが、以前95年あたりの時にアニメで放送されたんですが、まあ、その時はあまり人気がなくて、でちょっと漫画の描き方っていうのがすごい独特な描き方でね、まあ、それがちょっとこう、まあ、当時の人たちからするとちょっと怖いっていう感じの、独特な描き方だったんで、まあ、それがちょっと怖さを与えてしまったんですね。でそれで、まあそのアニメが、そんなに広まらなくて終わってしまったんですが、その後にですね、まあそれが再び見直されて、2002年の時にかな、この翌年か2003年か2002年か3年の時に、オールズウェイズの3丁目の夕日っていうのが確か出されたんですよね。で、映画化になって、で、その時に、まあ、素晴らしいっていうことで、まあ、一躍その映画が人気になって2作目までね作られたんですよ。で同じ監督が後に東京タワーができる時の映画っていうのかな、まあ、オールズウェイとはまたちょっと違う映画なんだけど、まあ、そういうふうな映画をねまた作ったりなんかしてるんですが、まあ、その時ちょうど同じ時期ぐらいですかね、トミーが今の現在の宝トミーが、木製のタウンを作ってたんですね。でその時に、それを作っていたのがこのミゼットをはじめ他の車たちを模型と一緒に作ってたんですよ。でこれを木なんですけど、確か限定だったんじゃないかな、木じゃない、石か、石でこう作られてるような感じで、で同じく石で作られたその石膏船みたいな感じで、なんか石で作られてた模型があるんですね。床屋とかガソリンスタンドとか、まあ、紹介したりですね。でそれらに1台ずつこれが付属、1台ずついろんな車種のミニカーが付属されていて、当時の昭和30年代の時に街中で走っただろう車というものを再現されているということなんですね。でそれがまあミゼットから紹介したいと思うんですが、前のもねトミカでも実際通常モデルとしてあった時代がありましたから、まあ、説明は同じになるかと思うんですけども、ダイハツのルーツというのは1907年に創立された。発動機械製造株式会社であり、社名にも記されたように発動機の製造専門メーカーとして活躍した。発動機といってもガソリンによる内燃機械ではなく、石油やガスによるエンジンで、ディーゼルエンジンや蒸気機関車の放水ポンプまで作っていた。当初は順調だったが、27年不況の煽りを受けて需要が低下。当時、東京は大阪の町工場が外国からバイクのエンジンを購入し、自作の三輪車に取り付けて販売し、ユーザーを増やしたことから、ダイハツはこれに目をつけ、4サイクル 350cc エンジンを完成させた。当時は 350cc に搭載の車両は無免許で運転できたことから、これに合わせて排気量を設定したが、すぐに 500cc に最大されると、ダイハツも 500cc エンジンを作った。しかし、三輪製造車は信頼性の面から不安を抱き、手を出そうとしない。そういうためダイハツは JR 三輪車を丸ごと製造することにした。その後、ダイハツの車の性能が優秀であり、さらに輸入車の税金が引き上げられたことから、ダイハツ社のシェアがアップ、業界トップに立ったんですね。しかし、まあ、ライバルであるマツダとのシェア争いを激戦してきた。そうした状況から開発されたのが、57年に発売されたミゼット。コンパクトな軽3輪という新しいコンセプトのミゼットは大ヒットし、2年後にフルボディチェンジされ、登場したのがミゼット NP だった。2枚ないスマートなボディデザインで、シールのキャビン、さらに2人乗り、丸ハンドル設備と進化した NP も瞬く間に大ヒットした車となっていて、エンジンは初代ミゼット同様2サイクルだったが、総合から分離かけ落とし、カーボンの強制とマフラーの詰まりを解消し、耐久性、加速性をアップさせたんですね。で、国内モデルは2型から5型で、1型は下でハンドルのアメリカ輸出モデルというのもありまして、800台が輸出されたんですね。で、軽三輪車としては初の輸出車となっていまして、まあ、アメリカ人の方っていうのは身長が大きい方が多いから、170、180センチぐらいかな、結構大きいんですよ。で、当時、この1960年代あたりですかね、まあ、日本人の身長って言ったら、今、日本人は背が大きい人も多くなりましたけど、本当背がちっちゃいんですよ。身長160もいかないんじゃない、身長150とか140とか、結構かなり、まあ、小学生か中学生ぐらいの背丈しかないような人が多かったんですよ、当時はね。
何しろほら栄養だってそんなに言ってないしね。でそれが戦後になって高度急成長というのが1970年代始まってからね、徐々にいろんなものを食べられるようになったから、まあ背もどんどん大きい人が出てくるようになったんですけども、それ以前までは、日本人はちっちゃかったんです。ですから、海外のアメリカ人が占領した時に日本にやってきた時にね、アメリカの兵隊さんが日本人を見た時にちっちゃいちっちゃいってすごいバカにして笑ってったと、まあバカにしてったとか面白がってたっていうところがねあったみたいで、まあうちのおじいさんも昔小さい頃ちっちゃいちっちゃいってそのアメリカ人によく指さされてテラテラ笑われたというようなことがあったらしいですね。まあそれだけやはり日本の戦前という時代から高度急成長の前に向けて背の小さい人が多くいた、まあそういう時代だったんですね。ですからまあそういった人が乗れてもまあ安心できる。ただこれを輸出用となるともうちょっと天井を高くしないといけないんで、輸出用だと確かもうちょっと天井を高くして、で背の大きい身長170センチぐらいまでの170、180ちょっといくかなのアメリカ人の方が乗っても難なくミゼットに車に乗ることができるということで、それでもあってもアメリカでも交渉を迎えられたらしいですね。ただまあアメリカという国はまあ軽自動車というジャンルがないので、こういう車がアメリカでブーッと走ったらすごい、今ですらそうですからすごい目指しますよね。ですからまあなかなか海外では非常に人気があって、今でもまあ日本ではもうとっくに見かけなくなりましたけど、インドとかタイとかミャンマーとかああいった熱帯の国々では、新興国ではこういう車が未だに現役として活躍していて、で部品なんかも確か作ってるんじゃないかな向こうで、でそれで、今でも現役にタクシー、主にタクシーとかしてね、任卓って言ってね、トゥクトゥクみたいなやつですよ。でそういうようなやつタクシーとしてまあ活躍してると、いうことをまあ伺いますね。ですから、まあ、当時中古で出回って新車でなくなって中古で出回ったミゼットですら、もうほとんどがそうやって海外で買われて、インドネシアとかミャンマーとか、まあ、そういった熱帯地で主に活躍しているということらしいです。で裏がじゃない、この上がこうホロ状になってるものもあって、それをホロをパッて取るとこう、なんていうんですかね、オープンにできるみたいな、なんかだからホロになってるやつもタイプのもあったみたいですね。まあそれがこうミゼットというものですね。まあ、なかなかの可愛らしい車です。これが2002年の時に、何かそのオールドウェイズの記念品じゃないかなと思うんだけど、そういったものを記念してかなかな、昭和30年代の車というのを記念して、まあ、こういった車が作られていったということですね。これ一定数トミカじゃないように見えるかもしれないけど、これできる人こうやってトミーってなってたらトミカですね。2002年トミカ、ただし中国製というところですけどね、トミカの、ここまで作り上げるんだったらね、これ中国で作るのかいみたいな、もうちょっとそこはおかしいやろみたいな、そこは日本で作ってくれよっていうところがあるんですが、中国で作ってしまったと。なんで中国で作らせるかなみたいなね、このぐらいの作りあたりは中国人に頼まなくても日本人の職人さんに作ってくださいって言えば簡単にできそうな気がしますけどね。でもまあそういうことはコストが高いからなんでしょうね。だから中国に、もうすでに中国で製造するというふうになっていってしまったみたいです。まあそういうところが唯一残念なところではあるかなと思うところですが、まあ木じゃない、石かなんかで作ってるみたいですけど、結構、まあもちろんこう走りはしませんけども、なかなかいい感じでね、できてるなっていう感じです。これを初めて見たって人も多いんじゃないでしょうかね。うん、かつてトミカにはまあこういったものもまあ存在していたよということです。どうもありがとうございました。